みんな乗ってるかい。俺たちははみ出し野郎のアウトロー、自由に向かって突っ走る We are ぶっちぎりバトルハッカーズ。バトルハッカーズ。俺たちは恐れはしない、いきなり出てきたグレンドス軍の学ランだ。とっぽいやつだぜ。こいつらの目的は電子惑星 B1 の完全征服だ。どっこい、正義を愛するアルゴの戦士たちが黙ってるわけはない。プロトラックもマッハブラスターもギンギンに燃えてるぞ。地球からの飛び入り参加アキラたちも交えて新たなる戦いが始まったってわけだ。最強戦士アールジェタン。オーケー、ハードなビートに乗って飛び出してきたこの爆走軍団、ビシッと決めてるこいつら一体何者なんだ。おっと、前回までシルバーウルフとホワイトサンダーにいたプロトラックとマッハブラスターがここにいるってことだ。ひょっとしたらこいつらが噂のバトルハッカーズなのかな。それにしてもかっこいいじゃんか。どうでもいいけどベイビー、スカッとさせてくれよ。頼むぜ。気合を入れて走れよ。前方に障害物があるようだが、どうする？アルジェタン、決まってるだろ。よっしゃ行くぜ。やろうとも、どうしたポルシェ。後ろを見ろパトガー。なんだ、あの連中は暴走族か。うわー、危ない、何をするんだ。バカ野郎、危ねえじゃねえか。何者なんだあいつら。あれが噂の落ちこぼれ部隊、バトルハッカーズさ。お、なんだなんだこの騒がしさ。こりゃリムのエマージェンシーコールだな。それってとまたグレンドスの連中が何かやらかしたんだな。ブラッドとの国境地帯にグレンドスの親衛隊が攻撃を加えています。
ホワイトサンダーとシルバーウルフは直ちに現場に向かってください。ガットドリル出撃命令です。よし行くぞ。奴らが出撃していくぜ。戦闘地点はどこだろう。ホワイトサンダーの奴らの方向からするとブラッド国の方だな。リーダー、俺たちも出撃しよう。やめておけ、俺たちには関係ない。しかし同じ仲間じゃないか。正規軍のケツを追う趣味はない。俺たちは誰の命令も受けない遊撃隊バトルハッカーズだ。おいみんな、仲間が戦っている時に俺たちだけこんなことをしてていいのか。そりきむなよ、気楽に行こうぜ。もう一っ走り、行くぞ。あ、来い、マハブラスター、プロトラック。クソ、グレンドスのやつらめ、相手に力がないと見ると好き放題やりやがる。シルバーウルフ、ホワイトサンダまあ、じゃあ1時間ともたないで。まだなのか、ホワイトサンダーとシルバーウルフは。落ち着きなさい。ホワイトサンダーはポイント G7 を通過しました。あと2分で到着します。シルバーウルフもあと20分で到着できるでしょう。そうか、やつらさえ間に合えばグレンドス軍も退却するしかあるまい。お、緊急信号だぞ。どうしたのですか。中立地帯のクリスタル地区に向かっていたホイルマンたちと地球人たちがグレンドス突撃隊に襲われています。何？なんで反撃しないんだよ。このままじゃ奴らに追いつかれちまうぜ。逃げるが勝ちって時だってあるんだ。それに俺たちホイールマンは決して追いつかれたりせん。なら早く弾の当たんねえところまで逃げろよな。オーケー、ここはバチッと説明しよう。アキラたちがなんでこんなとこを走ってるかってと、それには深い事情があったんだよな。コンピューターリムは外宇宙からの訪問者である彼らに危害が加わらないようにと考えて、中立地帯のクリスタル地区に行くように命令したってわけさ。でその護送に当たってたのが走り屋集団のホイールマンたち4人だ。ところがアキラたちにしこたま無ごい目にあってるグレンドスの突撃隊の連中がここぞとばかりに狙ってきたってわけよ。こいつはただじゃ済みそうにないよ。こちらグランドホエル、ホイルマン落とせよ、ホイルマン。くそ、なんてことだ。仕方ない、ホワイトサンダーたちを呼び戻そう。それはできません。ブラッド国の戦闘を放っておくわけにはいきません。ではどうすればいいんだ。基地内に残っている者たちだけでは機動力がなさすぎる。我々が到着する頃にはホイルマンたちは全滅してしまうぞ。こちらホットロッド城、現在クリスタル地区の手前400キロ、バズーカーを中心にした敵の攻撃を受け苦戦中、救援を頼む。こちらグランドホエル、現在我々の主力戦力はブラッド国救援のため出撃をしている。すぐに救援に向かうが、そちらへの到着は40分以上要すると思われる。それまで持ちこたえてくれ。リーダー、ホイールマンたちが敵の攻撃を受けているらしい。俺たちなら5分で救援に向かえる距離だ。そういうことは俺たちには関係ないと言ったはずだ。何？あんたはリーダーだ。
だから今まであんたの言う通りにしてきた、うん、だがもう我慢の限界だ。俺はもうあんたのやり方にはついていけない。そうか、なら好きにしろ。マッハブラスター、いいだ、悪いが俺も好きにさせてもらうぜ。あらら、気の短い奴らだね。な、アルジェタン。さすがはホワイトサンダーとシルバーウルフの精鋭というところかな。バトルハッカーズのリーダー、アルジェタン。4段階モジュールチェンジシステムを持つ伝説のファイターだ。誇りと友情のためには命を懸ける男だぜ。頼もしい奴らじゃないか。基地との連絡は取れたのか。ああ、だが救援はあまり期待できそうにない。しもうた、また外してしもうたで。アホ、貴様の根性が足らんからじゃ。根性決めんかい。すんまへん。そうどうなるな。奴らを反り込んだたちのところに追い込めば、どの道奴らコッパみじんなんや。まあ、スレスやな。おい、反り込んだ。準備はできとるんやろうな。おい、反り込んだ。うるせえ野郎だ。反り込んだ。ああ、いつでもいいぜ。聞こえてるなら早く答えんかい、このボケ。いちいち偉そうな野郎だ。筋よ。うまくいったら刈り上げも一緒に吹っ飛ばしてやろうぜ。何かと威張り腐って目障りなやつだ。それは筋が通りまへん。俺たちの世界に筋もクソもあるか。みんな、奴らを振り切るぞ。おう、まだエンジンはバリバリだぜ。おっと、俺がやったんじゃない。俺もまんざら捨てたもんじゃないだろう。悔しいが、お前の運転で俺の性能は上がるってことらしいな。そういうことらしいな。ってことはだ、ああ、このままぶっちぎりだぜ。おっと、お前最高だぜ、ジャック。もう嫌。お姉ちゃん、怖がらんでも大丈夫やで。そのまま逃げ切ってみせたるさかい。そうや、そのまま逃げろ逃げろ。さあ、バレた。あと1キロは引き込んだあたり。ん？何の声だ。集音システムに敵の声が入り込んできてるようだ。ちょっと待ってくれ。集音レーダーを敵の方に合わせてみよう。ホットロッド・ジョー、ホイールマンたちの中では抜群の耳を持ってるんだ。頭部にある集音レーダーで半径2キロ以内はどんなエンジンの音でも聞き分けるぜ。よっしゃ、もうすぐ爆破ポイントや。これで奴らもあの世行きってことやな。何？どういうことだ。しまった、罠だ。ジョン、アキラたちを先に行かせるな。クソ、なんてこった。アキラ、行くな。罠だ、爆弾が仕掛けられている。何？今だ。ざまあ見ろ。残りもやっちゃろか。よし。ルーク、悲しむことはないぜ。お前らもじきにあの世行きだ。おい、こら！お前らあまり俺たちをなめんじゃねえぞ。他に仲間がおったんかいな。ルーク！ジョー！なんとか間に合ったようだな、マッハブラスター。ああ。何やっとんのじゃ、悪い。情けないの。またお前らか。
どうも貴様とは腐れ縁のようだな。わざわざやられに来よるとアホなやっちゃ。俺たちは仲間を見殺しにして生き延びることより仲間を助けるために死ぬことを選ぶんだよ。お前ら二人が来たかでどないなるんや。アルゴの死体が二つ増えるだけやて。そういうのもな、犬死にっちゅうやで。さーて、そいつはどうかな。ここは俺たちが引き受ける。みんな下がってろ。行くぜ。王さん、レディー。まさか自爆するつもりじゃ。ゴー。このボケが皆殺しじゃ。なんやねん。せっかくのところに水を差しちまったから。死に急ぐもんじゃねえぜ、プロトラック。マハブラスター、まったく気の短い奴らだぜ。お前ら何もないや。バトルハッカーズ隊長アールジェダン水産、同じくガルザック剣山、同じく合体ザウラー4人衆ヘッダーアバラレッカーヒルダー、揃いで剣山。バトルハッカーズ、みんないいだ。おっと、くそ、いてまえ。これかなは引き引くんや。そうはさせん。魔獣チェンジ。飛んだ。くそ、我の顔覚えとくぞ。ま、無事に行きな。行くぞ。何やってんだ、プロトラック。マッハブラスター早く来い。え、はい。なんかかっこいい奴らだな。断然決まってましたよ。あいつら一体何なんだ。アルゴ1の落ちこぼれチームってことになってるんだけどね。噂じゃ落ちこぼれの連中だって言ってたけど、このバトルハッカーズなかなかかっこいいじゃんか。落ちこぼれどころかすごい腕を持った戦士の集団なんじゃないかな。ひょっとしてこれは第一、風のように現れて風のように去っていくなんて、すっかりヒーローしてくれちゃって、あっけに取られて見とれちまった。刈り上げんじゃないけど、バトルハッカーズ、あんたらの顔しっかり覚えとくぜ。 OK ベイビー、またバチッと決めてくれよ。アルゴ軍の作戦が全部グレンドスに筒抜けになってるらしい。こりゃスパイがいるぞ。次回マシンロボぶっちぎりバトルハッカーズクリスタル盗聴作戦。